お疲れちゃんです、ロットです。今日はですね、こちらアチャクイのね、チャレンジが来てますので、こちらねちょっと攻略やっていきたいと思います。でもうね、上のやつはクリアしちゃったんですけど、これねなんか4勝目ぐらいでスーパーレアの指南書かな、なんかめっちゃいいやつが手に入るんですよ。指南書はね13レベルから14レベルになる時に使えば、まあスーパーレアだと200枚分の価値があるので、まあこれもやり得ですね。めちゃくちゃ報酬豪華なんでね、はい、ぜひやってください。まあそんなわけで下側やっていくんですけど、下はねこの可愛い、まあ可愛い、可愛いか、まあアチャクイもらえるんでねやっていきます。でデッキはね、まあ今アチャクイのデッキってなんぼでもあるんですよ。マジでなんぼでもあるんだけど、まあ僕がね紹介するのはこちらのペッカラムでございます。まあというのもですね、今ねこの全く同じ方のこのペッカがメガナイトですね。メガナイトでバカ流行ってます。やばい、流行ってるどころじゃないんですね。もう使われすぎやろっていうぐらい、このペッカがねメガナイトでバカ使われてるんですよ。で使われすぎてるがゆえに、じゃあそのメガナイトをペッカにしたらそのメガナイト型に勝てるやろっていうので、まあこのペッカ型もね多少使われてるので、まあ同じようなデッキ当たった時に、まあペッカとメガナイトだとね、さすがにペッカの方が勝ちやすいよねっていうので、ペッカ型をね今日僕は紹介していきたいなと思います。でなんかね、今回のアプデでっていうのかな、チャレンジ系はねグラチャレとかもですし、こういうチャレンジも自分が持ってないカードも使えるんですよね。多分チャンピオンとかをゲットしてない人でもチャンピオンで使えるし、ウルトラも持ってないカードも多分何でも使えるので、なんかまあチャレンジ系は、しかもユニレベとかもなんか勝手に育ってる状態っていうか、11レベルでねそう自動的に使えるから、マジでなんかチャレンジやり得というか、そうキングレベルが多分8あればチャレンジね参加できるので、マジチャレンジ系はもうねユニレベなくても全然ユニレベのその影響とか受けないから、やれるだけやっといた方がね得ですね。めちゃくちゃカードとか集まってねユニレベも上げれますし、さあ着衣がね最強すぎる。本当にチャレンジ系はねやりどっかな。あはライドル強すぎ。これ LSP 投げたところで結局ペッカ多分ねはげると思うんですよ。でこう僕の透明化間に合うかな。いや熱っ、さあ間に合ったら熱い。まあだけどちょっと待てよ、インドラがね、さインドラを防衛ラムで守っていきます。これねインドラだけでなく相手のプリンスとか、まあそれこそミニペッカとか今回言いましたけど、まあほんと何のユニットでも今のねラム受けっていうのができるんですよ。そう、単体だったらねそうずっと遅延効果かけるんで、まあミニペプリンス、ダクプリ、メガナイトとかペッカとか、まあなんか相手の陸受けね、こういうのもラムがあればねそう簡単に守れるので、さっきみたいな、ぜひね皆さんやってみてください。ラム防衛ですね。ラムライダーが強い理由の一つですね、防衛ラムが強い。まあ、そんなこんなで、今回ではね、まあ、オーブンデッキですけど、多分ね、チャレンジこう、やってると、一回は、多分、メガナイトラムデッキ。まあ、もしかしたら相手のペックかもしれないんですけど、同じようなね、デッキの人に当たると思います。それぐらいね、使われてるんでね。さあ、で、アチャクイには、もうライト打っていけばいいですね。もう、アチャクイ用のライトですね、今。そのためにライトが使われてるんで、すごいよね。なんか、マザネクもだし、アチャクイもまあ、ぶちがなんか同じような感じなんですけど、その、スペル、マザネクが流行った時もファイボー入れなきゃもうマザネクに無双されて終わっちゃうみたいな、そうファイボー絶対入れなきゃ、もう入れなきゃねやっていけないっていうので、もうファイボー環境がねここ最近こうずっと続いてるんですけど、なんかアチャクイもそれの一種で、こうなんかね入れなきゃ、ライトニングを入れなきゃもうなんか無双しちゃうからみたいなね、やばいっすよね。ライトニング入れなきゃアチャクイ無双しちゃうからみたいな、すべてのホグモとか、おやばいやばい、はげる、すべてがね、スペルライトニングになっちゃうっていう。でも偉大ですよね。まあ、それはなんかもう本当にぶっ壊れだなっていう。強さはね、ちょっと感じますけど。さあ、ライトニング打って、オーブもちょっと嫌ですけどね。さあ、着衣のね、さあ、透明化も使いながら、タルババね、透明化する、したタイミングぐらいで、タルババ追加すると、ターゲットがね、タルババに行って着衣残るので、めちゃくちゃいいですよ。タルババとね、相性がいいですね。ヒースピとかでもいいですね。絶対アチャクイに対して対応してくるので、ヒースピでね、確実に回復できるし、透明化もできるんで。あれ、ちょっと待って、俺もしかして負けそうですか、今。苦戦してんだけど、ちょっと待って。ちょっと怖い。これフリーズあったっけ、ちょっと待って、マジでやばい。え、お冗談抜きでやばいかも。オッケー。待って、冗談抜きでやばいんだよ。本当にやばいんだよ。これやばいんだよ、結構。フリーズパッキンされる？いや、OK、耐える。いや、さすがに勝ちます。さすがに勝つんですけど、ちょっと汗ですよね。で、これ、まあ、そっちにね、対応来るっすから、しっかりね、逆線攻めてあげて、さあ、ユニットがね、追加されるであろうタイミングで透明化、そしてゴーストにも対応してくると。さあ、とりあえずね、タルババ転がして、
あーハゲ言うの走った、ナイスと。というわけで、あっちゃくいのね、透明化でね、理想は防衛で使ってからの相手陣地ね、橋渡ってからもう一回使うっていうのが最強なんでね、ぜひ、二回スキル使うのを意識してみてください。まあ今回のね、チャレンジ、ゴールドはそんなもらえないですけど、ほんと、指南書はね、マジで、お得すぎるんでね、そう、20枚分のウルトラとか20枚分とか、チャンピオンもですけど、そう、スーパーレバー200枚分の価値ってもう、レベチなんでね、間違いなくお得なんで、絶対取った方がいいです。さあ、ラムで防衛していきます。いやー、ラム優秀ですね。いや、ラムとかゴースというのってね、なんかこう、勝手になんとかしてくれるんでね、なんか両サイドにね、ポツポツ出してあげて、さあ、そしてゴーグナイト、待って待って、メガナイト、あ、ホグか。まあ、メガナイトちょっと多いですね。なんか、そんな勝手なイメージがあります。そう、ペックで踏んであげる。まあ、なんかメガナイトってね、アチャクイにやっぱ強いんだよね。いや、強、待って、君強すぎな、アチャクイ。その踏んだ時の、ダメージが直接入るのでジャンプダメージですね、メガナイトの。そう、圧着に踏んじゃえばそれだけで結構防衛ね、楽にできるんで、まあ、圧着にメタとまだいかないけど、まあ単純ななんかね、メタ化です。なんか相手さ、でもゴーストユーノのさ、メガナイトホグでさ、なんかメガナイトラムのホグ版みたいな、そんな感じでもホグより絶対ラムの方が上位互換ですし、なんならまあね、メガナイトよりはペッカの方で上位互換なので、いや、マジそうだ、マジそうだ、流行りのメガラムのラムをホグにしちゃったんだ。なんで自分から回互換にしたんだなんでだ、しかも持ってなくても多分使えるはずなんですよ。そう。なんでそれにしちゃったんだろう。さ、そんなわけで、まあ、流行りのデッキの、なぜか自ら回互換にしちゃった。ね。で、こういうのも本当は、圧着の透明化でも受けれます、実は。圧着の透明化利用して、受けることもできる。あははん、ちょっと、位置が遠かったな、ユーノの。さあ、ジャンプダメージ受けちゃったんですけど、圧着がね、コメント欄でもあったんだけど、圧着が透明化してるところにメガナイトが踏んできても、なんて言うんだろう、そのし、あ、待って、なんか変なエフェクトした。メガナイトを自らね、圧着の上に召喚させたのではない、シンプルなね、ジャンプでね、なんて言うんだろうな、自分の陣地でこう飛ばせてきたジャンプで受けるね、圧着へのダメージは無効化できます。そう、ゼロです。なので、意外と、圧着へで真ん中に寄せてからの、透明化で、さ、ダメージ回避、キングタワー前、LSP とかでね、キングタワー、キングタワーできます。なんで、まあ、実質1コスでキングタワーみたいなね、そう、できるんで、ね、まあ、メガナイトには、圧着へは強いです。逆もしっかり、圧着へにはメガナイトも強いです。お互いがちょっと強いですね。いや、もう完全これ上位互換なんですよね、相手のデッキの。さあ、始まりね、こうゴーストとかいいのとか出して、まあ、ぶっちゃけ暇だったらケツペックしていいと思うんですよ。逆サイド攻められても、まあ、ラムだったり、圧着スキル使って守れたりできるんで、さあ、まあ、これでも多分ライト打たれるな。めっちゃスキル使う。うっさあ、来ました。ラムで守ればよかったですね。でもこれ相手、もうどう受ければいいんだって話なんでね。これ一応、圧着に速攻ライト打ちたいように、コストちょっと残しながら、さ、ライト打つ、透明化使ってくる。でもね、これどっち向けなきゃいけなくて、間違いなくペッカの方にね、いろいろコスト使いたいんでね。さあ、逆サイドしっかり攻めてあげると、もうペッカも止まらないし、まあ逆サイドも止まらないしっていうこのね、まあメガナイトのね、そう、ペッカデッキがきついんでね、ペッカ受けがきついんでね、メガナイト。さあ、まあそういったところで、完全上位互換です。さあ、よろしく。なぜか自ら介護官にね、してる人と会いましたね。マジで使えないとか持ってないなら分かるんですけど、多分持ってなくてもね、使えると思うんですよ、チャレンジ。さあ、言うのですね、多分本当にほとんどがね、同じデッキで構成されてる気がする。まあ、ペッカ対決もあるんで、まあ、そしたら本当ミラー対決になって、まあ、ミラー対決がまあ、気合としか言えないですけど、あ、でもスケルトン部隊とか出てきましたね。うん、まあ、圧着のスキルをやっぱたくさん使うことが大事ですよね。さあ、まあ、そんなわけで、スケブはやや厄介ですけど、まあ、タルババで、一応なんか LSP の枠がエレキになってる方とか、なんか別の方もあったんだけど、まあ、別の方があったものの、多分、LSP の方がね、回転が速くてね、いろいろ戦いやすいと思うんですよ。コウモリとか。うん。っていう回転って大事ですからね。さあ、これ、ラムライダー、逆サイ行きたいけどなぁ。あー、ライトリングがね、今ねえんだ、ちょうど。さあ、ライトリングがねえので、
まあこれは一旦我慢してね。んで、これスキルだけでやれると熱いんだけど、相手のスキルもギリ回りそうだね。LSP で。OK、山の中でも熱い。これもう一回僕スキル使えるんでね。これ熱いですよ。もう多分ギリギリでも使った方がいいな。さあこれ使った方がいいな。間違いなく。で、これでだってある程度溶かせるんだね。いや、強すぎん？さあだって逆サイをね、もう1コスで、支援隊4体をね、1コスで守ったってことですから、今の。これ、橋前ペッカ行くんですよね。なぜなら、新兵隊を抑えたからです。はい。で、ごぼりとかがあるかもしれないんですけど、まあ、この後ごぼりが出てくるぐらい。いや、結構、いたわー、そんなカードいたわー、マジ一番嫌だ。待って、ペッカ全然通んねえんじゃって話ですね。で、これは、なんか、ええ感じに受けたいね。ええ感じに受けたい。さあ、ホーバーの竹も取りながら、スキルをね、処理していきます。で、今回でロイフムなので、まあ、ここに来てね、メガナイトじゃない、なんかちょっと痛いね。ダメージ、ね、来るんですけど、まあまあまあ、しっかりね、範囲攻撃ですね。ゴーストタラババあたりを使ってあげて、真ん中降りで両方受けられる。お、親衛隊。さあ、親衛隊はまあ、アチャクイで、結局溶かしていきますよね。いや、なんでそっち行っちゃう？アチャクイ。スキル、なんか対応してきたらワンチャンスキルだけど、なんも来なかったら、端ペで、あとは小物来ちゃうんで、スケブですね。スケブにはもう完璧なね、タラボブでこんにちはしてあげる。さあいいですね。で、頑張ってくれるといいんだけど、もうちょっと頑張ってほしいな。あ、着衣。いや、ホーバーが頑張りすぎなんだな。サーバーのダメージを抑える。いや、待って、ちょっとやってる。あ、でもゴース入ってる。ゴース入ってる。熱い熱い熱い。熱い。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。こっちライト、ライト、ライト、ライト。です。しかもこれでライト圏内なんですよ。次の、これ相手のロフグを僕守ればいい。来い。いや、これ待って、入りそう、怖い、入るのか、そうなんだ。守ってライトル、ライトル勝ち、ライトル勝ち、来るぞ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 、どっち来る？うん、気合で死ぬ気で、死ぬ気で、いや、ゆっくり来るんかい、なんだよね。これ、ライトリングもあるやな、ね、これ。おー、ヒレシン、ヒレシン、ヒレシン、降りというのとかでね、ヒレシンワンチャンされます。おー、危ない、危ない、スケにちょっとね、いてヒヤッとしたんですけど、まあ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 、危ないですね。小物がいっぱいいるとね、ちょっと怖いですけど、まあ、さすがにね、いけますね、ナイス。さあ、そんなわけで、とりあえずゴーストとか言うのとかね、もう3コス以下はね、カード回しゴリゴリ使っていいですね。とりあえず流して、で、相手のユニットに対して合わせればいいです。さあ、ゴースト来たので、まあそれに対して、まあ一番良さげなね、言うのとか出してあげて。さあ、ゴーストのね、当たり前に入ってきます。いやー、これマジでミラー対決説あるな。メガナイトがさだったらめっちゃ熱いんだけどね。いや、マジで、いや、マジで同じなの。で、やっぱアチャクイはね、本当にライトリング打たれると思ってください。そう、アチャクイで出して、あ、スキル使いたいなってなるんですけど、ほぼ確でライトニング打たれると思ってください。打たれるんで、アチャクイ出した瞬間に別のユニットを出す意識というかね、でも近いところに構えてるとライトニングでね、負けず食らっちゃうんで、これ多分ね、ちょっと今ぐらいに出すと、相手がね、スキル使おうと思ってるみたいなね、スキルのタイミングで被れば無駄に1コスト使わせられるんでね、みたいなことをまあちょっと考えながら。で、今回に対して、関してはこれ、あれでメガナイトとゴーストって、知ってるコースト10コストいるんですよ。さあ、これジャンプしてきても、みたいな。あ、ジャンプしてこなかった。あ、待って、いいの？あ、これはライトかな、さすがに。で、これライト使ってこなかったら、透明がでね、ジージーですもんね。あ、ライトですね。さあ、そんなわけで、同系統ですね。全く同じだけど、ペッカとメガナイトが違う。まあ、これがね、すげえ流行ってます。ファイナルすぎね。ファイナルス重すぎ。なので、まあ、それね、倒すためのペッカなので、これに負けるようじゃね。ほんとね、俺は一体何のデッキを紹介してんだってなるんでね。さあ、ホーグよ。待って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 。君もホーグ、なんでだ？もうよくわかんないっすね、マジで。だって、もともとがラムライダーなのに、なぜホーグにするんだ？ホーグにするからラムライダーに相性悪くなるじゃん。え？なんで？え？俺がおかしいのか、これ。待って待って待って。今のところなんか、ホグ率高いからさ。ね、俺がおかしいみたいになっちゃうけど。え？海外 YouTuber か？絶対、絶対、絶対ラムの方がいいです。だって、ホグ守れるもん。ね。え？ちょっと待って、頭がおかしくなっちゃいそうだな。さあ、で、まあ、これライトニング打つじゃん。まあ、圧着はね、絶対打ってください。か、まあ、メガナイトだったらメガナイトで踏んでもいいけど、ペッカで倒そうなんてね、甘えってこと考えてる。おぉ？甘えってこと考えると、行かれちゃうんだね。さあ、このままペッカでお掃除できると。で、アチャクイの使い方じゃあどうすりゃいいんだって、いつもそうなってなるじゃないですか。さあ、アチャクイ回る。じゃあ、逆でいいです。アチャクイ逆に端前単体出していけばいいです。あれ、ライトフにやりたいですね。いやー、美味しいね。さあ、もう美味しすぎる。で、これもアチャクイね、こっち出していけばいいんですよ。だって、相手メガネと出して、
コストないんでね。そう、ライトニング出ないんですよ、この棒に。ってことはユニットで来るじゃん。ユニットで来るところをさ、透明化使う。でね、そしたら気づいたら、圧着も入ってるし、左側も入るんですよ。いや、これですね、結局ペッカの後ろに圧着つけたところで、ライトニング、ん?メガネットで踏まれちゃうんですよ。なら、後ろにつけなければいいよね。ペッカがきついんでね。さあ、逆線で攻めてあげれば、まあ、こんな感じでね、綺麗に勝てますよっていうのが、まあ、この出来ですね。さあ、その中で可愛い、もう閉まれちゃった。圧着ゲットしましたね。まあ、で、皆さんもぜひね、こちら、報酬豪華なんでね、また多分このゴールドナイトのやつも出そうと思いますね。これがね、豪華です。この報酬ちょっと何かが分かんないんですけど、まあ、指南書ね。なんかの指南書もらえるので、皆さんもぜひね、こちらチャレンジしてみてください。ぜひね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またねー。